声優の串田康道さんが4月1日に亡くなっていたことを、所属事務所、マウスプロモーションが7日に公式サイトで報告。ネット上では串田さんの死を悲しむ声が相次いでいます。公式サイトには、弊社所属声優、串田康道、令和5年4月1日、46歳にて永眠いたしました、と記載。葬儀はすでに近親者のみで取り行われたことを伝えています。串田さんはアニメ、ハルク、スマッシュヒーローズ、アベンジャーズアッセンブル、などでハルク役を演じており、他にも、BLNA、FISH、BLNETARIAN、星の人 BLECH、などのアニメに声で出演。また、海外映画の吹き替えも多く担当していました。この訃報に、アニメ、ディスクウォーズ、アベンジャーズ、でハルク役を演じた声優の松田健一郎さんは、串田康道さんは長らく外がアニメのハルクを吹き替えてこられた自分にとってハルクの先輩とも言える方です。と生前の串田さんの姿を回顧しながら、46歳とまだお若い、また一緒に、ハルクスマッシュ、を叫びたかった、と悲しみをあらわにしました。またネット上でも、串田さん、早すぎですよ、急ぎすぎです。若いのに、ご冥福をお祈りします。と哀悼する声が上がっており、TWITTER でやり取りしていたファンは、少しずつ活躍されていく姿を嬉しく思っていました。串田さんと映画の話をしていた時が一番楽しかったです。と感謝の言葉を伝えています。ネットの声、白い砂のアクアトークの焼酎アイスの方か、最近声優さんの訃報をよく聞きます。私が子供の頃から知ってる人はご高齢の方ですが相対的にお若い方が多いのは何かあるのでしょうか。ご冥福をご祈りいたします。はじめに、亡くなられた声優の皆様にご冥福をお祈りします。最近、声優さんが亡くなることが多いですね。特に若い方が多い気がします。ある声優さんが話してましたが、役側の思いを何日かかけて本番に臨むと、特にエキセントリックな役は死者を見てすぐにできるものではない。その間に別の役が入ると精神的にきついようです。収録後は身体はぐったりしてるのに、頭は興奮状態で、日本のアニメ市場は世界でもナンバー1ですから、声優の方にかかる負担は大きいのかもしれません。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南高校。